また原爆資料館の記念館平和記念像メガネ橋蝶々夫人で有名なグラバテシーボルテシーボルトテアトなど、またステンドグラスが美しい大浦天主などまだまだたくさんの見どころがたくさんあります。今では日本三大夜景に選ばれております。100万ドルとも1000万ドルとも言われるほど夜景の美しい港町です。また造船技術では世界一と言われるほど誇れる産業があります。また食べ物では美味しいものがたくさんありまして、